幽霊とかじゃないんですけど、私が子供の頃、今から15年くらい前かな、夜中になると近所に奇妙な人が出没してたんですね。私の家って住宅街の中の袋小路にあるんですけど、夜中の2時半から3時くらいにかけてかな、いつも家の外でガチャ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 音が聞こえてくるんだ。家族に言ったら気にするなっていつも言われるんですけれども、すごく気になってしまいましてね。それである夜、袋小路が見渡せる2階の窓の下をずーっと見てたんですね。そしたら夜中の2時半くらいだったと思うんですが、真っ白なワンピース姿に白いハイヒールを履いた髪の毛のすごく長い女の人が、カッ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 、ハイヒールの音を鳴らしながら走っていましたよ。そして私の家にある袋小路に入ってくると、片っ端から周囲の家々のドアノブを回してるのです。カタ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 カッ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 カタ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 カッ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 カタ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 。その姿がめちゃくちゃヤバくてね、やがてうちの前の玄関にもそのワンピースの女はやってきましたよ。そしたら案の定ドアノブを回し始めました。なんか危機迫るってよりも、ただ黙々とガタ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 回していましたよ。その時どういうわけだかワンピース女はノブ回しをやめて数歩下がってからこちらを見てきたんだ。運悪く2階から見ている私は彼女と目が合っちゃった。その女は60代くらいで、岸田恭子のような顔でめちゃくちゃな化粧をしていました。なんだかロックファンがライブの最前列でするような、そんな化粧だったと思います。その後もその白ワンピース女は毎晩のように出没していたような気がしますが、今になって冷静に考えれば、うちの両親をはじめなぜ近所の人たちは通報しなかったのか謎です。なんであんなにヤバい人を近所ぐるみで野放しにしていたのか、どう考えても理解できません。最近実家に帰った時、たまたまこの話を思い出してね、親に尋ねてみたんですが、覚えてないしか言わないのです。あの光景は脳裏に焼き付いていて、夢とか記憶違いってことは絶対ありえないんですよね。あの女性、今ではもう亡くなってると思うんですがね、一体何だったんでしょうかね。